どうして謝るの？本当に真面目だな。怒ってないよ。直接話して分かったけど、佐伯くんはすごくいい人だったしね。君が心許してるのも理解できる。なんて言えばいいのかな。誰の懐にも入っちゃいそうっていうか、自然体で裏表がなさそう。うん。でも、なんだろう。逆に普通すぎる気もしたけどね。そう。少しだけ、昔の俺の同僚に似てる。なんてね。気になったのは多分ちょっとしたやきもちだと思う。二人の関係性が羨ましいなーって。あんな君を見るのは初めてだったから。だって君って俺にもそうだけど、柳さんたちにも基本丁寧だし、まずタメ語は使わないでしょ。和樹くんともちょっと違ったんだよね。素を見せてるっていうか、心を許してるっていうか。ま、つまり拗ねてるだけ。俺だってもっと君に近づきたいのに、ずるいなって思っちゃった。君が俺に？吉成君は後輩だよ。男だし。そっか。でも意外。そんな風に思われてたなんて知らなかった。それは分かってるつもり。そもそも俺と佐伯くんじゃ一緒に過ごしてきた時間も違うから。きっと佐伯くんの方が俺よりずっと君のことをよく知ってるんだと思う。確かに俺をあしらうの上手くなっちゃったよね。そっか。でも俺もそうだよ。君には優しくしたいし、誰より甘やかしたい。でも時々意地悪したくなる時もある。自分のダメなとこ見せたくなる時も。それはむしろ心を許してなきゃできない。いい部分だけ見せてごまかすのとは違うよね。うん。あんな顔、俺以外が知ってたら困る。
してる。だってそういうところ含めて俺だけが知ってるのが嬉しいから。でも君と佐伯くんの仲が良くて拗ねてるのは事実だからね。佐伯くんは特例にしても、本当だったらあんな可愛い笑顔誰にも見せたくないんだから。うん、わがまま聞いてもらおうかな。前にゲームした時のご褒美まだもらってないでしょ。それ思いついたんだ。大丈夫、そんなに難しいことは頼まないから。下の名前で呼んで。それから敬語もなしで。ゲームで勝ったのは俺だし、何でもお願い聞いてくれるって約束でしょ。だって佐伯くんと話してる時はずっとタメ語だったじゃない。じゃあ名前だけでも。うん、君の声で名前を呼んでもらえたらきっと嬉しいだろうなって思ってたけど、想像以上癖になりそう。何度も言えば慣れるよ。これからもたくさん呼んでね。え？俺はもともと下の名前で呼んでるじゃない。そうじゃないけど、女の子を下の名前で呼ぶのは別に珍しいことじゃないし。でもそっか、呼び捨ては初めてかも。今すごくドキドキしてる。不思議だね。ただ名前を呼んだだけなのに、それがこんなに特別なことに感じるなんて。
ああ、午後から忙しそうだし、今のうちゆっくり休んどけ。料理うまいわ。肉は肉でも一工夫加えられてるっていうか、なんか愛を感じるっていうか。私が男だったら結婚してたね。そりゃもう迷うことなく。ああ、その件なんだけどさ、向井さん、今日はキャンセルだって。仕事が立て込んでてね、ご飯食べる暇もないみたいだよ。これから数日は余裕なしだってさ。そのせいでちょっと別件も困ったことになったっていうか。ほら、前に私と向井さんが婚活してるって話したじゃん。その関連でさ、高校時代の同級生からパーティーに誘われたんだよ。どっかの大企業の創業記念パーティーだかで、実業家や社長やらセレブが揃うようなやつ。そこで男を紹介してやるとか言われちゃってさ。でしょ？私がそんな場所似合うと思う？だよね。私なんて居酒屋で焼き鳥食ってる時が一番幸せ感じる女だよ。そうなんだよね。面倒とか場違いとかで避けてても運命の王子様は現れちゃくれないわけで。まあ私はもともとそこまで婚活に本気じゃなかったんだけどさ、向井さんが喜んでるから一回くらいいいかって招待受けたわけ。ちなみにパーティーは明後日の夜。いやー、察しが良くて助かるわ。そう、だからあんた一緒に行かない？てか来て、お願い。私一人で行くのは無理だし、ドタキャンするわけにもいかないしさ。ちょっと待っててね。星野さん、どうかお願いいたします。忙しいなんてものではありません。これも主任が好き勝手に休暇なんて取るからですわ。ええ、
大きな仕事の後になるといつもこうなんです。意図のない風船同然ですわ。星野さんはもうすでにお付き合いされてる方がいますし、乗り気でないのは私も重々承知の上ですが、桜川さんを一人にするわけにもいきません。どうかお願いできないでしょうか。何やってんだ向井、壁に向かって土下座してる暇あったら報告書でもまとめとけ。はあ、疲れた。ああ、でもシャワー、その前に筋トレもしないと。クリーニングに出すのをまとめて、賞味期限切れの卵の始末。鋭いな。好きだったのは間違いないけど、深く知るのも知られるのも嫌だった。何より俺のダメなところも好きだって言ってくれる君だから。あ、ごめん、君のこと考えてた。で、なんだっけ、パーティー？意外だね、彼女ってそういうとこ嫌がりそうだけど。なるほどね、行けなくなった人の代理か。でもさ、それって君も相手探しに来てるって思われない？ふーん、それもあるけど、なんか悔しい。
俺もいちかちゃんとパーティー行きたいのに。セレブが集まるってことは、多分ドレスコードあるやつでしょ。なら、君のドレス姿も見られるしね。うん、それすっごく楽しそう。お手をどうぞ、お嬢さん。なんてエスコートしたりね。そろそろ明日の準備しないとね。うん、それじゃね。大好きだよ。ひどくない？それはそうだよ、聞きたいんだもん。大丈夫。恥ずかしそうに言ってくれるの、すっごく可愛いから。ケチ。この前は普通に言ってくれたじゃない。減らない減らない。むしろ俺からの愛が増えるよ。で、言ってくれないの？うん。ひどい。聞きたかった。そうしたら疲れが吹っ飛んだのに。ん？はあ、抱きしめたい。今度、絶対に直接言ってもらおうと。そういえば、着替えてないけど、まあ、いいか。お久しぶりです、先輩。ああ、岡崎か。お前と仕事が被るのも久々だな。しばらく現場離れてたって聞いたし、もっと緊張してるかと思ったが、これなら心配はなさそうだ。ま、お前は新人時代から妙に度胸が座ってたからな。先輩に鍛えられたおかげです。ただ余裕の持ちすぎも危険だ。明日は気を引き締めろよ。ドジ踏むんじゃねえぞ。お前には期待してるからな。
俺たちが護衛に着くのは、南ナイル共和国に多大な出資をしている某企業の創立記念パーティー。出入り口と逃走ルートは確認してるけど、当日の再チェックもしておくとして、電源系は定期的に吉成君に確認してもらわないと。そういえば彼女もパーティーに行くとか言ってたっけ。いちかちゃんのパーティーか。さすがにごまかせないか。お前のせいだぞ岡崎。お前のせいで全部くった。昔駆け出しの警察官だった頃は、俺なりに警察ってもんを信じてたし、俺なりの正義もあったかもしれない。だが正義なんてのはすぐに崩れ去った。岡崎、俺みたいにはなるなよ。 SP としてお前自身のために意味のある死を。もう朝か。はあ、どうせ見るならいちかちゃんの夢が見たかったな。